俺、対馬。おじいちゃんの次の家庭菜園ブームはナスだった。ある日突然ひらめいたんだって。今度こそはとおじいちゃんは一生懸命頑張った。待って、お日様行かないで。早寝早起きして何週間もナスの世話に打ち込んだよ。そしてついに、おじいちゃんの野菜作りへの挑戦はまだまだ続く。かどうかは知らないけれど、頑張れ、おじいちゃん。